今日ちょっとスクラップ屋さんに用事があるんですけど、ちょっと空車で行くのもなんなんで、鉄くず、この一斗缶に入った鉄くず捨ててこようかな。そして容器だけ返してもらうか。いやひどいな、容器だけ返してもらうか。よし行くか。積み込み終わりました。ねで家電、なんか家電雑品も7台ぐらいなら処分できるっていうので、ちょっと積んで持っていきたいと思います。家電雑品ですね。まあ鉄率が低い家電雑品持っていくか。どれがいいかな。こういうとりあえずいろいろ積んでみます。こんなもんかな。あんまり持ってくと嫌がられるかもしれないから、鉄家電雑品で用事があるから。だいぶ減ってきたな。もうちょいだな、あと1回分ぐらいあるな。無事にゴミみたいな鉄くずだけど、無事に鉄くずで通りました。すごいビストが入ったなこれ。税込みで39円で5000円ぐらいになりましたね。あと容器は3つだけ、使えそうなの3つだけ買ってもらいました。あとは捨てちゃった。あとチェーンソーも買ってきました。これ357-346-560。どうし今日は、ちょっと家の中でチェーンソーやばいよこれ。これやばいですね、チェーンソー。はあ、そろそろオークション出すか。めんどくさいけどチェーンソーは。草刈り機もオークション出してみるか。